Hey everybody, it's Bobby Judo. 今回のテーマは、海外から見た日本は女性差別？かなり危ないテーマですね。実は日本は現在、女性最高経営責任者、女性政治家、女性起業者が少ない中、安倍総理大臣は輝く女性を支援する運動が必要と言ってます。しかし、東京都議会のセクハラやじ問題などの出来事で、日本が世界の注目を浴びているところなんですよ。Women's rights に関しては、日本が遅い、遅れていますという声もあります。ただ、アメリカも他の国も、女性差別に基づいた問題は解決できてないし、全世界の大事な課題ではあると思います。だから今回はそういう経済的とか政治的な問題は避けて、今回は西洋の目線から日常に出会う日本語や日本の風景が女性差別に思われるもののいくつかを挙げてみたいと思います。まずはこちら。差別的な漢字。本当にそこまで考えて使っている、そこまで考えて書いている人はいないと思いますが、漢字のパーツや元々の意味を見てみると、この字は女性差別的と思う人もいます。例えばこういう字。妻のこと、ワイフのことを家内と書きますよね。この字を見てみると、ワイフは家の中にいるべきもん。と思ってしまって、これは女性差別じゃないかな。そして同じ意味で、主人。主人。男がなんでマスターであるべきかなって思う人もいます。あと、こちら。安という字ですね。安心や安全の安。浮かん無理の下に女。女性は外ではなく、屋根の下、つまり家にいることが安全。っていう考え方はどうかなと思う人もいます。そしてこちらの好き、好むという字ですね。好むというアイディア、好むという理念をイメージしやすいものは女性と子供の関係ですよね。つまり女は子供を好んで母になることが当たり前。だからそれは当たり前だから当たり前。何も悪くないでしょうと男女問わず思う人はいると思います。だけど西洋の目線からしたら、女性の役割、そういった役割を決めつけること、当たり前のように決めつけることが女性差別に当たります。続いて、私がとっても不思議に思う日本語。こちら。ジョイ。ジョイですね。初めて聞いた時に、それって婦人科の先生のことですか？女性を見るお医者さんのことですか？いや、違います。女の人がお医者さんという意味で、ジョイって言われて、あ、じゃあそしたら、男医という言葉もありますかって聞いたら、いや、それはないです。ならば、女性差別。女性がお医者さんになることが例外という理念を元にしてできている言葉ですね。この言葉は、もう廃れてもいいんじゃないかなと私は思います。今日、最後に話したいこと。女子力と最近よく聞く言葉。女子力アップっていう本とかイベントとかセミナーは最近たくさんあると思うんですけど、女子力とされることは主にファッション、メイク、ヘアケア、スキンケア、ダイエット、見た目、料理とか家事などですね。これも西洋目線からして女性は綺麗でいて、男が喜ぶ姿でいて、あとは育児と家事を担当するべきものという考え方は女性差別的です。まあ本人たちがそれを好んで、それを選んで、それが好きでやっているのであれば全く問題はありません。ただ、女性の役割を当たり前のように決めつける、社会、女性に求めることはそれがメイン、もしくはそれしかないっていうところが、まあ私たちから見たらちょっと違うんじゃないと思います。どうですか？日本の文化において考え方は違いますか？
反対するポイントとか賛成するポイント、納得いったポイントがありましたら、ぜひコメントで教えてください。そしてお知らせですが、ボビのトークを英語で聞きたい、英語をもっと身につけたいと思っている方はいらっしゃいませんか？実は、私は今月の中旬ぐらいから YouTube チャンネル ListenME とコラボをして、皆様の英語力、English Listening Skills の役に立つ動画をアップしていきます。お早めにご登録をお願いします。では、See you next time!